大谷静香です。朝の体重測定、朝の体重は 57.4 キロ、そして体脂肪率が 32.6。 昨日と変わってないですね。昨日の夜の 57.7 から 300g しか抜けませんでした。そんな塩分取ったっけなっていう感じ。昨日の朝からプラス 100g で、朝ごはんです。朝ごはんはプロテインを飲みました。 20g のプロテインを空腹に入れて、そのままじゃん運動です。今日もはい、皇居ランジョグリスさんにお世話になりました。荷物を置いて走りに行ってきます。今日はじゃーん、今日もお友達とです。誰でしょうか。正解はこちら。全然可愛くないよ。全然可愛くないけど頑張ってきます。顔隠れて分かりにくいけど、岩佐美咲ちゃんです。一緒に走ってくれました。で、朝皇居ランをした後にお仕事に行って、お仕事場の近くでランチをしていたら、そこに指原が来てくれたので、指原のナレーションをお聞きください。ご飯は割といつも通りですけれども、今日のしーちゃんはスペシャルです。じゃーん、かわいい、珍しい。なんかさ、ダイエットとかじゃなくても服がダメだったんじゃないかって思うよね。痩せて見える、痩せて見える、めっちゃ輝いてる、めっちゃいい、逆光なのにかわいい。やったー、髪の毛セットしてもらった。いつもカシャカシャのボッソボソで、ご飯食べてるとこお届けしてます。なんかさ、いつもさ、こういう時にさ、コメントとかでさ、この服どこのですかとかもあるじゃん。それでさ、しーちゃんの顔に見てたら、いつも着てるトレーナーって書いてある。いつも同じ服しか着てない。バレました。痩せたら服買うって決めてるから買ってないんで。今日はでもね、撮影なんだもん、ね、撮影だったので。めっちゃいい、痩せてる痩せてる。そんなわけでランチはヘルシーモンスターカフェの鶏肉 100g と、脂質はね取らない方がいいってトレーナーに言われてたんですけど、どうしても食べたくてサバを 50g 食べました。で、完食は美容室にトリートメントに行った時に出していただいた梅昆布茶です。めちゃくちゃ美味しかったけど、塩分が高いから夜むくみそうな気もします。で、夜ご飯です。なんと夜ご飯はサシハラの家で食べました。サシちゃんがダイエットをしている私のためにご飯を作ってくれました。これは私が豆腐そうめんを食べているのを知ってて、豆腐そうめんよりもタンパク質が高くて脂質が低い九州マーメンというので作ってくれました。で、ローストビーフ、めちゃめちゃいい夜ご飯、美味しそう。ローストビーフの盛り付け汚いの分かってます、だそうです。いただきます。そして小豆美人茶はカリウムがたくさん入ってて、結構むくみが取れるので大好き。ちいちゃん下地好きだっけ。いや、あんま考えたことない。そんな人おる。どっちでもいい、本当に。だったら大丈夫、痩せれるな。うん、普通に大丈夫だよ、このね、美味しいよね。私多分毎日ご飯作ってくれる人がって言ったら痩せるもん。今出されたもん食べるし、めんどくさいからピザとかマックとか早いやつにして、コンビニのご飯ちょっと塩分強いしね、コンビニまで買いに行くのもだるいの、家の中で済ました。でもさ、ちゃんとしたご飯屋さんが頼むとさ、40分とかかかるしさ、だマックはさ、5分とかやってるしさ、早いよね。ピザもさ、入れて20分とかいくから。ブーリンさ、結婚しよう。料理人と、料理人だって家でご飯作ったらないでしょ、家でアイドルやってって言ったらどうする。踊ってクイズやる。はい、めちゃくちゃ楽しくて美味しい食卓でした。サシちゃん、ありがとう。さあ、夜の体重測定です。夜の体重は57.8。 はい、朝の 57.4 から 400g 増えました。なんと結構58キロに近づいてしまったんですが、まあでもよくね、今頑張ってるって自分で思ってるから 400g 増えてもちょっとショック受けちゃうけど、もともとのこと考えたら 1.3 キロとか増えたこともあったから、 500g 以内に収められてることは全然いいことだと思って前向きに頑張っていきます。皆さんはどんな一日でしたか。明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ。